誰だから何だってんだよやめて帰れってのかえ圭一、あなた塾に入る気はない？学校の勉強が分かるようになって楽しくなるわよ。61って平均点が61点ですか？いえ、違いますよ、お母さん。全国展開する当塾での平均偏差値が61です。簡易式の知能検査でも非凡な数字が出ています。まず申し上げて、前原圭一君は大変に頭がいい。圭一が？でも学校では大した成績じゃありませんし、通信簿も234が適当に並ぶ平均的なもので、何かの間違いではありませんか？いくつかの知能テストとも重ねましたが、その結果興味深いことが分かりました。前原君は意味を持たない問題に非常に弱いのです。無味乾燥で自身の生活に結びつかない内容の問題に興味が持てないのです。2たす3は分からなくても、リンゴが2個あって3個増やしたら何個にという形なら理解できるということですか？その通りです。例えば正6面体の展開図を書けと言われて混乱する圭一君も、サイコロを切り開いたらどんな形になるというふうに聞けば見事に答えられるのです。正20面体の展開図を書けという問題です。この問題を、20面体のサイコロを作るにはどんな風に厚紙を切ればいいと聞き直したら、圭一君はさも簡単そうにこれを書いてみせました。これは平凡なことではありません。圭一、あなたどこかの本の雑誌の付録か何かで20面体のサイコロを作ったことがあったの？
これだけ掘れば十分じゃないか。行くぞ、前原圭一。待たせたな、サトシ。いよいよだが、必
覚悟はいいか？上等だぜ、サトシ。目に物を見せてやろうぜ。こちらは下根市沖宮警察です。北条さんのお宅ですか？ですけど、今お宅のお嬢さんの北条さと子さんをこちらで保護しています。え、さと子が？あいつ何かやらかしおりましたか？
詳しい事情はこちらにいらしてからご説明します。すぐにこちらへ来ていただくことはできますか？今ですか？風呂に入っちゃったからあんまし表に出たかないんですがね。はい、今すぐです。すぐ？せったく、さとこのやつ何をしちゃったんですか？詳しい話はこちらでいたします。ではお待ちしていますのでよろしくお願いします。ああ、ちょっと俺警察署がどこか分かんないんだけど、どこよ場所。消防署の隣でしたっけ？遠いな。ではお待ちしていますので。俺警察行ったら誰んとこ訪ねればいいんよ。あんた名前は？前橋と申します。では失礼します。
はあ。
Thank you.
ここは。Thank you.
サトシ。俺、多分、お前のこと、誤解してた。そうだよな。俺はまだ感傷に浸る余裕なんかないんだよな。マジかよ。Thank you.
そっか。Thank you.
あらあら、誰かと思えば。た、高野さん。こんばんは。月の綺麗な夜ね、前原くん。どうしたのかしら。傘もささずに全身ずぶ濡れの泥まみれで、それは何？シャベル？
噂じゃあなた、ゴルフクラブで野球に参加したそうだけど、そのシャベルも、つまりはそういうこと？傘の代わりってわけかしら？レナと宝探しにダム現場に行った時にこれを忘れてきちゃったんですよ。それをこの土砂降りの中取りに行ったわけ？家を出た時は降るとは思いませんでしたので。あら、降り出したのは結構前よ。あなたずいぶん前から表にいるのね。まあ、そのお月へ歩いてましたから。それにしたってあなた向こうからこっちに向かってきたんでしょ。ダムとは場所も方向も正反対よ。怖い顔、いじめすぎちゃったかしら。それはそうと、いつまで自転車にまたがったまま地面に這いつくばってるつもり？そろそろどいてくれるかしら。あら、大丈夫？ひょっとしてひねっちゃった？立てる？家まで送るわ。なんだか私が跳ねたみたいで嫌な気持ちだけどね。すみません。見捨てるのも気の毒だし、私が優しい人でよかったわね。自転車は後日ってことにはならない？その、なんとか車に詰めませんか？ないと困るんで。
トランクはもういっぱいなの。後部座席なんかに積んだらシートが泥で汚れちゃうわ。まあ、あなたを乗せた時点でもう十分に汚れてるんだけれども。わかったわ。積んであげる。今夜だけはお姉さんも優しくしてあげるわ。あの、ついでで申し訳ないんですけど、シャベルもお願いしていいですか？シャベル？別にいいけど、大事なもの？わかったわ。僕はシャベルがないと困っちゃうんでしょ。そんな怖い目しなくてもいいわよ。じゃ、行くわよ。前原くんのお家ってあの前原屋敷でいいんでしょ？なんでみんなうちのことを前原屋敷って呼ぶんですか？だって現にお屋敷じゃない。お金持ちが羨ましいわ。誰と？え？あ、すみません。よく聞こえませんでした。今、なんて？死体。え？上手に埋められた？何を言ってるんですか？こういう山奥に死体を埋めるときはね、結構深く掘らないと野犬とかが匂いを嗅ぎつけて掘り返しちゃうことも多いのよ。野犬が加えてた人骨で事件が発覚、警察一帯を山狩りへなんて結構ないことじゃないのよ。
ボケもツッコミもなし。私たちあんまり相性は良くないみたいね。今、ご家族を呼んでくるわね。少しの間だけど、一人でお留守番できるかしら。バカにしないでください。それに、ほら、もう大丈夫です。一人で歩けますから。あらあら、さっきは痛そうな顔して肩まで借りたのに。ひょっとしてお姉さんに甘えてみたかったから。本当に肩は必要ないかしら。もう一回だけ甘えてもいいのよ。ありがとうございます。もうここまでで大丈夫です。じゃあ私はこれで失礼するわね。前原君と二人きりで夜のドライブだったなんて、みんなには内緒よ。特に二郎さんにはね。
あの後ろに積んであった自転車、富武さんのですよね。どうしてそう思うのかしら。以前に会った時見てますから。フレームも特徴的でしたし。でもおかしくないかしら。この自転車が二郎さんのものだなんてことありえると思う？おかしいって、え？だって雛見沢には民宿なんてないのよ。なら二郎さんは町に泊まっていることになるわよね。そうなんですか？まあそうならそうなんじゃないですか。町から雛見沢まではとても歩いてなんか行き来できないわよね。バスだって走ってないし、せめて自転車くらいはなきゃね。その二郎さんの自転車が私の車に積んであって、二郎さんは私の車に乗っていないならおかしいじゃない。二郎さんは雛見沢で自転車なしってことになっちゃうわよ。二郎さんを放っておいて自転車だけが私の車に積んであるなんてね、ありえないでしょう。それの何がおかしいんですか？高野さんは富武さんとは仲がいいんですよね。何かのようで自転車を積んであげたって、別におかしいことだとは思わないですけれど。そうじゃないでしょう。つまりこの雛見沢において二郎さんとその自転車がバラバラに存在することはありえないということなのよ。以上の理由からこの自転車が二郎さんのものであるわけがない。理解できたかしら。あれは私の自転車なのよ。二郎さんに選んでもらったからセンスが似てるのは間違いないけれどね。あ、そうだったんですか。道理で似てると。私とあなたは今夜出会わなかった。何を言ってるんですか。私とあなたは今夜出会わなかった。私とあなた今夜出会わなかった。私とあなた今夜出会わなかった。
それでいいなら、そういうことでもいいです。俺と高野さんは今夜出会わなかった。そうよね。あなたにとってもその方がいいでしょうか。どうしてそう思うんですか。いちいちうるさいわね。それくらい自分で考えられないの、坊や。よかったわね、私が優しい人で。そう願うぜ、本気でな。